それでは1月6日の3問に入ります。 A が B に対して100万円の金銭債権を有し、 B が A に対して100万円の同種の債権を有する場合について、 A の債権が時効によって消滅した場合、 A は B に対して相殺をすることができない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは×ですね。相殺することができる場合もあります。なので誤りです。時効によって消滅した債権であっても、時効の完成前に相殺適場であれば債権者は相殺することができるんですね。まあ、このあたりは基本事項なんですけれども、丸暗記の方が多いです。しっかり理解しておかないと本試験の応用問題で失点してしまいますので、しっかり理解しておきましょう。で、受講者様、個別指導の受講者さんは、テキストの P74 ページ、ご覧ください。このページに、考え方が、載ってますので、その考え方をちゃんと頭に入れていただければと思います。理解学習が合格への道です。しっかり理解しておきましょう。そして考え方、学びたいという方は、個別指導、ぜひご検討ください。個別指導についても、この動画の下の概要欄に、URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。で、問いですね。宅建業者である A 及び B が共同で宅地の売買の媒介をする場合において、それぞれの取引士 A、B が共同で重要事項説明書を作成し、A のみが重要事項を説明する場合、A が単独で記名押印した重要事項説明書を交付すれば足りる、丸か×かという問題ですね。これは誤りです。共同媒介の場合、重要事項説明書には全ての仲介業者の取引士の記名押印が必要です。つまり、A も B も重要事項説明書に記名押印する必要があります。つまり、説明については問題文のように代表者の一人が説明しても構いません。つまり、A のみが説明してもいいです。B のみが説明してもいいです。どちらでもいいです。ただ、記名押印については A も B もどちらもやらないといけないんですね。なので誤りだということです。意外と知らない方もいるので、ぜひ覚えておいてください。で、問い3ですね。宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切り戸であって、当該切り戸をする土地の面積が600平米の工事については、都道府県知事の許可は必要ない、丸か×かという問題です。で、答えは丸ですね。許可は不要です。なぜ不要かというと、そもそも宅地造成というのは工事の結果、宅地になる工事を指すんですね。で、本文の場合、宅地を宅地以外にする切り戸と記載されているので、工事の結果、宅地以外になるんですよね。ってことは、宅地造成を行わないので、宅地造成の対象外になるということです。したがって知事の許可は不要だということですね。しっかり判断基準を頭に入れておきましょう。で、問1のように考え方ですね、しっかり理解したい方は、ぜひ個別指導ご検討ください。この無料の動画の中では考え方まで、お伝えはしておりませんので、ちゃんと理解学習を実践したいという方は、個別指導受講していただければと思います。今からであれば、今年の合格も十分目指せますので、一緒に勉強して今年の合格目指しましょう。レゾスの小野でした。